これ何よこれ。これ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 何これ。何これ。世田谷区の小学校6年生のクラスでは社会科の授業で自分たちが住む地域の遺跡について勉強しています。これそうですよね、住居跡。それからね、まだありますよ、ちょっと見せてあげよう、ヒントね。でさっき出てきたのはほら、昔の人たちが使ったんじゃないかなっていうこういう道具なんかそうですよね、資料館にありましたと。これはなくてもこういうものあったでしょね、この人たちが使ってるものなんか道具、こういうものあったでしょ。これが大変手がかりになる大事な資料なんです。2万年前って言ったらこのぐらいなんです。ここ今からですよ。鶴巻小学校では、ね、世田谷から出土した本物の土器を、ね、子どもたちが実際に触って、ね、古代の世田谷の暮らしの様子を学んでいます。丸つけてくださいね。それからね、次91番、これはね大変古いのでね、同じね縄文式でも割と古い前期の土器が一番古い土器と言われてますけどね。世田谷にはたくさんの文化財、遺跡、それからそういうものがありますね。そういうものを生かしていきたい。それしかもその地域の教材、地域に残る世田谷の地域に残る教材というものを取り上げて、そして生かすことによって、まあ歴史学習全般が一層その効果が、学習効果が高まると信じているわけなんです。世田谷区内には現在までにおよそ300箇所で遺跡が発見されています。これは都内23区の中でも最も多い数の遺跡です。古墳時代から縄文時代、弥生時代にかけての住居跡が多く発見されています。これらの遺跡発掘調査は世田谷区教育委員会が中心になり、区の学芸員と調査団がチームを組んで発掘に当たっています。この北見陣屋遺跡発掘調査にはおよそ35人の区民が補助員として参加しました。遺跡調査は現地での発掘作業と出土品の整理作業の2つに分けられて行われています。ここでの作業も20人くらいの補助員たちの手で進められています。補助員の年齢層は主婦、学生、社会人とバラバラですが、みんな遺跡に興味を持って集まってきた人々がほとんどです。主婦の大西さんは補助員になって7年目です。趣味は陶芸と言います。いや、住まいの近くに古墳がたくさんありまして、それを見て歩いてるうちに現場に行き当たりまして、それからこういろいろ見て歩いてるうちにやりたくなりましたというのが経緯です。泥遊びっていうのは小さい時から子供なんか好きですよね。あんなのがやはりなんて言いますかね、性に合ってたというか、こう発掘の土いじるも同じようなあるんですけど、好きで入ったもんですから大変なこともたくさんありますけども、もう楽しんでやってるっていうような状態です。やっぱりそっくり関係品で出てきたりすると驚いたりとか嬉しがったりとかありますけど、特に遺跡とは関係ないんですけども、結構畑の中が多いもんで、キチが飛んできたりとか蛇が出たりとか、都内にもそんなのがいたんだなっていう驚きはありましたけど、もともとやはりそういう、縄文時代とか弥生の土器なんかには興味があって、それで近くでそういう仕事ができるということで始めました。だんだん分かるにつれ、すごく歴史っていうかな、うまく言えないんですけども、なんか身近に感じられるようになったっていう気がしますね、歴史。それではここでの調査の流れを見ていきましょう。
発掘やりまして土器とか石器とか石などいろんなものが出てくると思うんですけども、それをですね、ここへ持ってきまして、その後の仕事をするわけです。で仕事というのはですね、水洗い、中期、接合ですね、あと窒息、拓音とかいろいろあります。そして報告書まで作るわけです。そういった仕事をここでやるわけです。ここではですね、発掘された土器をですね、ブラシで、泥を落としているところです。関係で出てくることはないんで、後で接合しなければいけないんですけども、割口を特にきれいに洗うということですね。ですね、今やっているのは中期でして、発掘された遺物がですね、どこから出たかということはですね、ポスターカラーでを使ってですね、細かく描くってですね、小さく描くってことです。窒息以外にですね、それぞれの、有機種とかそういうところから出た遺物、代表的なものだけ選びまして、それをですね、画線紙を貼ってですね、で水張りして画線紙を貼って、で乾いたらですね、ああいうふうに炭を打っていくわけなんですけども、で文様とかそういうのをきれいに出すっていう。出てきた時はですね、今つけているところなんです。で一応一つの形になりますので、全体どことどこがつくかっていうことを確認した上で攻め台をつけていくわけなんですけど、接合されたものをですね、形になったものを、図を描いていくわけなんですけども、そういう作業ですね、どういうふうな形をしているかとか、どういう、この場合は文様はないんです、文様っていうのはほとんどないんですけども、特徴を入れていくわけなんですよね。これはですね、古墳動画と動画定石の第24次調査 で出たもので、古墳時代の初め頃の土器で、二滝に使われたものです。世田谷区北見で昨年の10月に江戸時代の遺跡が発見されました。陣屋遺跡です。陣屋は旗本や大名の屋敷のことで、当時この一帯に勢力を誇っていた北見氏の屋敷跡と考えられています。区画整理を行っている時にその一部が発見されたものです。ここが昔の古井戸の跡だったんですけど、結構深いあれでもってそっくり残ってましたですね。周りはずっと石積みになっていまして、あとですね、この辺には多分これが江戸市の住んでた住居、ここ多分井戸住居はあったと思うんですけど、一番奥出たのがこの地下室なんですよね。いわゆる夏場のあれですか、暑さを避けるための品物を置いておく、地下蔵っていうんですかね、いわゆる物置があるのはあれなんでしょうけど、これはこの辺に行ったには随分出ましたですね、この下。ですから道路の筋に対しては、一応その穴を埋めちゃいましてね、かなり固くしておかないと、あと埋没する恐れがあるということで、一応そういった手配はしましたですけどね。この北見市の陣屋遺跡は、これまでの調査から江戸時代、世田谷区北見1丁目から4丁目にまたがるおよそ49,500 平方メートルの範囲にあったと言われています。北見市は鎌倉時代江戸市と名乗っていましたが、徳川の世になって北見市と改めています。北見市は21代目重政の時突然取り潰されましたので、屋敷の詳しい位置や内部の配置が今では分からなくなっています。陣屋遺跡からは織部の香炉、木瀬戸の香炉、伊万里のとっくりなど、当時庶民には縁のない高級品が発見され、ここが身分の高い支配者の住んでいた陣屋であったことが出土品からも伺えます。またこの陣屋遺跡からは古墳時代、縄文、弥生時代の遺跡も数多く発見されています。このように世田谷には遺跡に触れ体験している人々がたくさんいます。どうですか、この模様にどうやって作ったと思います。これ
紐みたいな。絞ったっていうか棒を巻いて、うん、でこうつけた。なるほどね。書いておいてよ、大事なの。紐みたいなものを絞ってね、この跡をつけてったんじゃないか。ある人は竹べらじゃないかって、竹べらなんかなかったかもね。そしたらね、いや先生、竹べらじゃなくてこれを使ってね。子供たちは本物の土器に触って大変興味を示しています。触ってみて昔のものが思い浮かべられるようで、とても嬉しかった。すごい昔の人が作ったものを触れて、すごいなと思って、形が様々あって、昔の人はやっぱり意外と器用だったなと思いました。昔の人はとても手が器用で、面白い模様を作るなと思いました。昔のいろいろな昔のものを今触れて、歴史の勉強のために今触れて、すごくよくわかるような感じがします。世田谷区では区民に世田谷の歴史を知ってもらうために遺跡見学会を開いています。またこれからは整理の終わった土器などを各小学校に展示し、子どもたちに直接手に触れてもらうことも計画しています。北見の陣屋遺跡調査は今後4カ年計画で発掘調査が進められていく予定です。これからの調査できっと屋敷跡の全貌が明らかになっていくことでしょう。